ユニス・ジェプキルイ・キルワは、ケニア出身で、バーレーン国籍の陸上競技選手。専門は中距離、長距離走、ケニア出身。1999年の第1回世界ユース陸上競技選手権に、若干15歳で出場、女子1500メートルで5位入賞を果たしたのが、国際舞台デビューである。その後、 20歳代半ばにかけては障害競争を中心にトラックランナーとして活動した。2006年から本格的にロードレースに参戦を図り、2008年にサンパウロハーフマラソンにて1時間15分38秒で優勝を果たして以後、ロードランナーとしての実績を積み重ねる。初のフルマラソンは2012年のアスンシオン国際マラソンで、 この時は2時間33分42秒のタイムで、初マラソン初優勝であった。2013年には、リスボンハーフマラソンで、エドナ・キプラガトに次いで2位に入賞リットル、パリマラソンでは2時間23分34秒で3位となった。キルワは、2014年に国籍をケニアからバーレーンへ移動し、国際陸上競技連盟が同年告示した。 2014年アジア競技大会ではバーレーン代表選手団の一員となり女子マラソンに出場木崎良子との一騎打ちデッドヒートを13秒差で制して金メダルを獲得した2015年にはマラソンフェスティバル名古屋愛知のエリート女子マラソン部門である名古屋ウィメンズマラソンに出場2時間22分8秒で優勝した同年の 第15回世界陸上競技選手権大会に、バーレーン代表として最終日の女子マラソンに出場、マレ・ディババ、ゼミマス・ムゴング、ヘラーキ・キプロプと終盤まで激しいツバゼリアイを演じ、2時間27分39秒のタイムで優勝したディババと4秒差で3位となった。2016年は再び、名古屋女子マラソンに出場、2時間22分40秒で2年連続優勝を、 飾る同年の2016年、リオデジャネイロオリンピック女子マラソンでは、前年の世界選手権同様、またしてもキプロプ、ディババ、スムゴングとの道中激しく競り合う展開となり、スムコングに終盤突き放されたものの2時間24分13秒で2位に入選して銀メダルを獲得した。ありがとうございます。